ドリームチェイサーです。今回はこちら、ポケモンのポケモンスケールワールドと新発売のポケカ楽園ドラゴーナー、そして行けポケモンタイプ別入浴剤という新しい入浴剤を見つけたので、こちらを一緒に紹介していきたいと思います。はい、カードの方はネットなどでオンラインとかでも注文したんですけれども、まだ届いてないので、イオンに行ったら普通に買えたので、今回10パックとりあえず購入してきました。他にネットで手に入れたものはまた次回紹介していきたいと思います。はい、ということで気になるこちらから行きましょう。と入浴剤もねあるので、汚れたら嫌なのでカードを一番初めに開けちゃいます。さあ、楽園ドラゴーナーどんなキャラクターに会えるかな。カジッチュ、クレッフィー、フリージオ、お、元トカゲの EX です。と、ウォーグル。元トカゲね、いいね。これもテラッサル綺麗ですね。お、嬉しい。本当に買いやすくなってきたので、あとはもう、推しを手に入れるだけ。続いては、ダダリン、タタコ、クワッス、竜の飛躍だって。へー。自分のバトル場のドラゴンタイプのポケモンの HP を60回復できるそうです。いいね。と、サーフ号。お、いいね。サーフ号。ハルクジラ、カジッチュ、クレッフィー、カウンターゲイン、アンコモンカードで。自分のサイドの残り枚数が相手のサイドの残り枚数より多いなら、このカードをつけているポケモンが技を使うためのエネルギーは無色エネルギー1個分少なくなるだそうです。と、バックガメンス。はい。グッズはありがたいですね。どん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 いろんなの出てくるから揃えなくちゃ。お、ジュラルドンだ。ネマッシュ。アルクジラ。投げつけザル。そして妨害レター。相手は相手自身の手札を数えた後、すべて裏にして切り、山札の下に戻す。その後、相手は戻した枚数分山札を引く、だそうです。へぇー。わー。手札全部こう、取られちゃう感じ？一番下にってことは最後にしか出てこない感じになるのよね。うわー、嫌だなー。はい、続いて。バシボン。ひらひな。たまたま。次なんだ。ブラックキュレムだって。かっこいい。アイスエイジとブラックフロスト。強いけど、このポケモンにも30ダメージ入るんだって。と、クエスパトラーです。おー、ひらひなから進化します。ブラックキュレムはなんか良さそう。嬉しい。強。続いて。ネマッシュ、エアームド、ナックラン、たまたまのエアルだ。おー、かわいい。早熟進化だって。とチルタリスです。アンコモンカード。はい、続いては、これくれ、あ、これくれいいね。ニヤニヤしてる。バオップ、ハルクジラ、投げつけザル、妨害レター2個目。続いて、ジュラルドン。あれ、さっきも見たね。あ、ウェルカム。ビブラーバ、バクガメス、妨害レター。妨害レターいっぱい来るわ。そんなに意地悪する気ないんだけど。続いて、これくれ、ポアルン、太陽の姿めちゃくちゃ可愛い。これイラスト可愛いですね。ビブラーバ、クエスパトラ、ウェーニバル。ラスト、イオンマークが貼ってあるわ。ドラセナだって。自分の手札をすべて山札に戻して切る。その後コインを1回投げ、表なら8枚、裏なら3枚山札を引く。表ならいいんだけど大変。フリージョン、ルチアのアピールだって。これかわいい、ルチア。
相手のベンチの種ポケモンを一匹選び、バトルポケモンと入れ替える。入れ替えるんだ。その後、新しく出てきたポケモンを混乱にする。だそうです。え、トレーナーズが2枚入ってた。と、ハギギシリー。はい、ということで、新たなグッズや、サポートのね、トレーナーが分かったので、ちょっとこれのレアなの欲しいね。かわいいルチアのアピール。まあ、10枚の中でもトトカゲも出てきたし、テラスタルで。と、AR のたまたまもあったし、ブラックキュレームの EX もあったので、悪くはなかった。なんか、大当たりじゃないけれども、悪くはなかった感じかな。はい、では次はこちら、ポケモンスケールワールドパルデア地方2のセットを開けていきましょう。はい。何って、これで1セット全部ゲットできるんですけど、今回は、コレクレイの箱フォルムとサーフ号がセット。これ絶対欲しくて、そしてグレンアルマソーブレーズも絶対欲しくて、カルボーも可愛いでしょ？で、パモも外したくなかったし、ハルトもね、いいっていうことで、どれも欲しかったので、セット買いしました。はい。では開封していきます。全部いいときはやっぱり外したくないよね。どれだけ集まらなかったとかっていうのも嫌だし。いや、一番ちょっと欲しかった奥のこれから行こう。はい。これくらいとサーフ号キラキラだし、このね、大きさの対比がね、絶対見たかったんだ。おーかわいいかわいすぎるこれはかわいい埋もれてるこんな感じで、はまって飾っておける感じかな。はい。です。かわいい。キンキラです。中もちゃんとキンキラの中に、鯉の中に埋まってる。これはいいでしょう。素敵。そしてこの、コレクレイに対してサーフ号、こんなにでかい。もうね、膝くらい。膝くらい。いいです。すごくいいです。こちらのサーフ号もキラキラだし、あ、この箱と比べると、まあ、気持ちこっちの方が大きいかなって感じなんですけれども、同じぐらい。すごーい。さすがだわ。このね、完成度は、なかなか、なので、スケールワールドさすがだなと思います。サーフ号の方にも足、支える。台みたいのがついてますね。はめるとこんな感じか。なるほど。こっちはぴったりじゃないんですけど、この下のラインが揃うようにね、なります。はい、ということでこんな感じね。ここにどんどん並んでいきます。じゃあ続いてはハルトくん開けていきましょう。スカーレットバージョンです。あ、お顔立ちすっきり。はい、塗装が細かいところまで綺麗です。腕のところのね、この印とかもいいですよね。はい、バッチリです。ミスなしです。かっこいい。このね、顎のラインとかもスキッとしてる。でもちゃんと平坦じゃなくて綺麗なお顔。こちらも台がついています。こんな感じになります。サフ号と同じぐらいの身長なのね。続いてはじゃあ、かわいいかわいい、ウッパ、パルデアの姿とシャリタツとカルボを開けていきましょう。箱はすっごい軽いです。カタカタ音するけれども入っていないんじゃないかぐらいの軽さ。あ、かわいい、みんなかわいい。台ついてます。シャリタツがかわいすぎる。なくさないように気をつけなきゃですね。シャリタツ。これは伸びた姿かな？伸びてもこんな感じです。いやー、かわいい。かわいすぎる。さっきのコレクレイと、ね、並べてもちっちゃいよ。すごーい、すごーい。これなくさないように気をつけよう。はい、ウパーはなんとなくね、ゲットコレクションズとかと同じぐらいのサイズです。パルデアウパーかわいいな。はい。
安定の可愛さで大満足です。尻尾もちゃんと乗るような台ですね。そしてカルボも可愛いよね。メラメラした感じがちゃんとね、ちょっとパッションピンクみたいなのと、発色いい感じの赤で塗られてるので、ほんとちゃんとしてる。すごーい、かっこいい、かわいい、たまらない。はい、カルボーは足をこうはめるのかな、本体かな、こうかな。ポージングしてるのバッチリ固定できますね。決まってますね。はい、じゃあちっちゃいシリーズだけど、なんか意外と海ディグダがでかそうな剣ということで、気になるこちらを開封していきましょう。パモとミニーブと海ディグダのセット。おー、海ディグダでかーい。ミニーブちっちゃーい。あ、面白い、こういうサイズ感なのか。いや、ミニーブね、まあオリーブだしちっちゃいなとは思ってたけど、こんな感じなのね。いや、めちゃくちゃ可愛いんだけど。でも表情もちゃんと出てて、とっても可愛いですね。さっきのシャリタツと比べたら、ちょっと大きいけど、いや、本当に絶妙バランス。うわ、すごいな、これ。ウバーと比べたらこんな大きさ。でもまあ、アニメとか見ると、うん、こんな感じって感じだよね。すごーい。いや、スケールワールドすごいわ。そしてパモです。パモ可愛くない？いい感じの顔のバランスです、こちらも。可愛い、可愛い。実際こんな感じね。抱っこしたらこんな感じねっていうのがすごくよくわかります。ハルトくんが抱えたらこんなぐらいの大きさね。可愛くない？ちょっとここら辺にぴょこっとしても。いや、重さどれぐらいだったっけって感じだけど。まあ、乗っかりそうな感じ。はい、そしてそれに対して海ディグダでかくない？もう、さっきのシャリタツと比べるとこんなだよ。こんなだよ。すごくない？顔の大きさが。すごい。サーフ号と比べるとこんな感じ。まあでもね、存在感的には近しいものがあるよね。大きいなぁ。いや、これは楽しすぎるなぁ。はい、そんな中、ソーブレイズ。いや、これも外せない。絶対に欲しかった。ソーブレイズの大きさがどんな感じ？あ、かっこいい！めちゃくちゃかっこいい！腕のパーツとかが後はめタイプになってるのね。肩っていう。ボディ部分、中央部分です。で、肩の部分が形がこうあるので、それに合わせてはめる。反対側も同じようにはめます。はい。あー、これもいいですね。やっぱバランスが最高。ほんと、綺麗にこう縮尺してくれてる感じなので、もうバッチリです。かっこよすぎる。あー、ちょっとこれ、ね、ドアップもいいよね。これはかなりおすすめ。はい、ボディの下のところに台もありましたので、はめるとこんな感じ。並べるとこんな感じ。おー、こうね、まとまりがいいね、今回画面の中に。はい、じゃあグレンアルマも開けていきます。同じタイプ。あ、こちらはもう組み立て上がってる感じですかね。おー、かっこいい。さっきのカルボーと同じく、やっぱりね、ちょっと蛍光色が入ったようなカラーリングで、パッキリめに作られてます。いや、インパクト強いし。はい。近くで見てももちろんかっこいい。いや、ここの中の空洞とかもね、最高だよね。うわー、もうどの角度から見てもかっこいいです。いいね。とってもいい。
で、グレンマルマは、パーツが1個こんな感じだったので、ハマる方にはまったら、これでいいのかな？はい、これで良さそうですね。うわー、今回最高！なかなかね、こんなに、いい感じに収まるのもないので、すごく嬉しい。パルディア地方のポケモン続々登場ということで、いろいろキャラクターが揃ってきました。中にはね、食玩では発売されないものもあったり、単体で1体だけとかっていうキャラクターもいるので、まあ、こう、気長に集めようかなと思ってるんですが、今回の食玩のはかなりおすすめです。はい。ではラストはこちらを見ていきましょう。あ、今気づいたけれども、これもビックラタマオなんですね。なるほど。いや、新しいですね。パッケージも。これ取っちゃったらでも白い入浴剤なのかな。見た目モンスターボールがめちゃくちゃテンション上がったんですけど。はい。こちらはタイプ別入浴剤の氷タイプポケモンです。これ面白いよなぁ。どんどん出てきそうですね。ひんやりソーダの香り、青色のお湯。そして、こちらは、ゴーストタイプポケモンの、ラベンダーの香りの入浴剤。暗闇の濁り湯から突如現れる、タイプか。ひんやり気持ちいい清涼感のタイプか。いやー、どんどん出てくるであろう他のものも気になる。まずはじゃあ、こちらの、氷タイプポケモンから見ていきましょう。ラインナップは全部で5種類。ラプラス、アルクジラ、コーリッポ、アイスフェイス、ロコン、アローラの姿、レジアイスです。いや、レジアイス欲しい。けど、これが出っかな。こうやって開けるのワクワクする。なんかシールでくっついてる。セロハンテープでくっついてます。こんな風になってるのね。で、これは、なるほど。入浴剤が、このモンスターボールの側で包まれてる感じ。はぁ、新しい。で、ビリビリするのね。じゃあ、色は、色？でもさっきの水色って書いてて、こっちは暗闇の濁り湯って書いてるのに、外側が白。これはちょっと分けてみたいね。分けてみよう。不思議不思議。では、こちらも見ていきます。ゴーストタイプポケモンのラインナップは、ゲンガー、サーフゴー、ムーマ、ミミッキュの化けた姿、墓地です。欲しいのは、サーフゴーかな？今回は。はい、じゃあ同じように開けていきます。回すと取れるね。楽しみ。はい、ではこちらお湯の中に入れてみてみましょう。はい、ということで用意したお湯の中に入れていきます。溢れたらどうしよう。溢れたら近くにあるタオルで何とかするか。ではいきます。お湯の変わり方も要チェック。せーの、あ、上がってくるじゃん。うわ、上がってくるじゃん。セーフ？セーフ？うんうん、ちょっと漏れてるけど。お願いお願い、これで収まって、これぐらいだったらまだまだ。まあまあ、セーフ。大丈夫そうだね。ちょっとこぼれたけど、まあ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 。暗闇の濁り湯って書いてるんだけど、ここから変わってくの？
見た感じまだ全然白なんだけど。どこから変わるかじっくり見たいから絶対揺らさない。あっ、色出てきた出てきた、水色来たよ。紫はまだ来ないね。え、面白い面白い。そして香りが結構ね、ひんやりした香りする。あ、すごい来る。あのミントガム噛んでる時ぐらいは来る。あー面白い。こっちもまだ出てないと思いきや、うっすらここのところだけね、紫なの。あ、来た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 よ紫。すごいラテみたい。紫芋ラテと何バタフライピーのラテみたいな。いや、きれい。この濁り湯はいいね。あ、そしてなんかこう飾りの台みたいなのも出てきましたね。え、今回誰、あ、レジアイス来たじゃん。と墓地かな。ちょっと、はい、もういいでしょう。覗いてみよう。こんな感じ。え、多分墓地っぽいよね。あー、殻が上に浮くのか。ちょっと寝て突っ込んだら色ががっつりつきそうな予感はする。混ぜ混ぜ。あー飛んだ。もう溶けたかな？大丈夫そうかな？こんな感じになりました。面白ーい！はい、じゃあ、こちらから行こうか。やば。墓地、ちょっと洗ってくるね。はい、ということで、綺麗にしてきました。墓地、綺麗になったよ！こんなスッキリしたよ！いやー。お風呂前、お風呂後、墓地、みたいな。レジアイスも綺麗になりました。やっぱりかなり大きくて、これは、なんか大満足なボリュームですね。足のところがバランスね、取りづらくなってるので、ちゃんとね、台もついてるところも嬉しい。これで飾れそうかな。いやー、レジシリーズが来るってことでしょ、きっと。これはゲットしたいなと思ってたのでね、嬉しい。うん、ちゃんと台で並べておくことができますね。もういい感じです。はい、ということで、ビックラ玉子の新商品いかがだったでしょうか？このシリーズ、いろいろ出てきそうですよね。もうこれは並べてね、比べたいので、何種類も出たらそれも一気にとかも紹介していこうかなと思っています。はい、頑張って集めていくので、楽しみにしていてください。はい、というわけで今回は新商品盛りだくさんで紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。食玩、ビックラ玉子、そしてポケカ、どれも新商品たくさん出てきているので頑張って追っかけていきたいと思います。リクエストやコメントたくさんお待ちしておりますので、コメント欄やコミュニティ欄でお寄せいただけたら嬉しいです。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。